はい、こんにちは。ということで沖縄に着きましたね。元気なくないですか？暑いだもん。じゃあ、YouTube とか毎日ありがとうございます。投稿してもらって。めっちゃ嬉しいんですけど、明日行かないんですけど。またいつか来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おい、何浮かれてんだ。どうした？こんにちは。こんにちは。はい、ということで沖縄に着きましたね。ライブ前日のゆうりです。こんにちは、ゆうりです。うざくね、今日どうしたの？三品茶ね、浮かれてない、なんか死ぬ待ってます。黙れ。うまかっちゃんです。そういうことで、なんか沖縄ついてさ、密着しようと思ってたの。ライブ前日当日、普通にプライベートも、で沖縄で国際通り行ったじゃん、すぐなんか話しかけられちゃってさ、すごかったね。すごかったね。15分で10組ぐらいに話しかけられて、ブルーシール、入ったが最後でした。確かに外にいました。すごいね。やめようってなって一旦避難してきて、部屋でゴルフ見て。何してんの。まあこれから飯ですよ。そうだね、飯はもし楽しみ、ちょっと取れるか分かんないけど、ライブ制作さんの、制作のチームの人たちがお寿司用意してくれたらしくて、沖縄でお寿司ってイメージあんまなかったけど、確かにね、めっちゃ美味しいらしいから、ちょっと食べていきたいと思います。はい、で向こうでも3品茶飲んでるから。俺の血液今回の沖縄で全部3品茶で買えようかなって見学してます。きっしょ。じゃあ飯行きまーす。行きます、バイビー。お疲れ様です。お疲れ様です。やばい動画あるんですか？昔のやつで。飲みやすい。いただきます。どうぞ。鹿児島のマダイですね。ちょっと秋に向けても良くなってきました。うまかっちゃう。本当美味しいよ。食べます。いただきます。ちょっと食べよう、俺がじゃあ。え、そんな使わないから。ダメで。なんだよ、撮んなよ。あ、ボケ。密着してんだろ。おい、撮んなよ。2日目だね、今日がライブ当日。これ何、こっち、これはこっち、これ Vlog の方。 Vlog の方、おい。なんでそんな、俺のキャラがイカれてると思われるの。イカれてるだろ、情緒が。はい、こんにちは、ゆりです。じゃあ今日はですね、はい、ライブ当日、当日沖縄です。それで、はい、まあ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 、ツアーファイナルということで、はい、ゆうりチャンネル急に切れ出すやん。撮影の時とはちげえぞ。これ撮影だから。え、これ撮影だ、 Vlog だろ。ありのままの姿映しちゃいいんだ、これ。おー、いいね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 。今から、はい、まあまあまあ、沖縄でライブじゃん。で、まあ12時何分だ。12時3半で、俺は向こうに行ってリハーサルして、まあちょろっとリハーサルして、針、ああそうだね、針刺して、俺顎関節症ひどいのよ。いや、やばいよ、ね、で、口がマジで、あ、でも昨日より開くようになった。いや、痛いよ。痛い、やばいよ。だからこれをちょっと刺してタイミング悪い、一回直してもらって、今日一日だけどドーピング使って、はい、で、東京戻って黙り込むから、マジで。とりあえず沖縄の時はそうそうそう、なんとか今日針でなんとかする、そしてまあアドリナリン出るから全然大丈夫だと思う。で、ドック、ドック、ドックってなんだよ。おい、揚げ足とんな。違う、たかんもある、アドレナリンでしょ。ああ、そっちね、黙れ。で、まあまあまあ、その、それまでにね、やっぱ沖縄らしいことまだそんなしてないじゃん。そうだね、昨日だって食ったの寿司だからね。まあ、めちゃくちゃうまかったけど、まあ沖縄っぽくはないよ。確かに、そうそう、なんかライブする前にやっぱ沖縄に染まってからやりたいじゃん。確かに、まあ割とちょっと何、気取ってるから出てるけどね。ただまあ東京とあんま変わんねえんだよな、格好は。変わんないよね、マジで。だから今からソキそば食ってくる。いや、最高です。食って、ライブ行って、
まあ、あとはメインジュースだもん。で、今日見て、マブボン来た。マブ来た。美容師。美容師のりょうやさん。今日はヘアメイクしてもらいますからね。だから、まあまあ、今日は本当に、ね、ゆるく。うん。ゆるくダメだけどライブまではゆるく。はい。始まって2時間本気。いや、そっから人変わるからね、マジで。そう、2時間終わったらマジゆるく。うん。一番最初に順に防御剥げに行ってやる。ふざけんな、ふざけんな。とりあえず5時からでしょ、今日ライブ。6時です。あ、6時なんだ。なめんなよ。おい、何時でもいいだろ。よくねえだろ、バカは。っていう感じで、はい、あの早速ですが、あのソーキそば食べていきたいと思います。ソーキそばを食べてる僕の可愛いもぐもぐシーンを見せていきたいと思います。バイ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 。まあ失礼。うまい。相当辛いっちゃない。おかわりしたい。早っ。おお、当たるか。どっちがずれてる？ここずれ。どうした？めっちゃ悪いなったよ。マジだ。本当だ。やばくない？すごいね。そんな開かなかったんですよ。マジ開かなかった。開けなかったもん。本人が盛り上がってますので。ジェンのめっちゃです。くちゃゆうりです。泣いて笑ってきた日が壊れずにいるもん。好きだなと見上げた膨らんだこの光線は。オレンジジュンジュです。盛り上がっていきます。すごいね、マジで針。針マジすげえ。全然大丈夫。大丈夫。さらに全然大丈夫。あ、密着なんで。やばい。うん、それに差し出すな。あのファンの皆様ががっかりしないようにお願いします。俺のファンはこれじゃがっかりしないよ。ん？俺のファンはがっかりした。じゃあファンをがっかりさせることしますね。うん、終わったの。今使ってください。使うよっつって。絶対使って。うん。約束して。いいよ。人生初沖縄はどう？初じゃねえんだよ。いいから。最高だよ。黙りやめろ。俺に質問すんの。成り立たねえから YouTube。え？成り立たそうとすんな。成り立たせろよ。俺で落ちて成り立つんだバカ。名言、名言出た。YouTuber なんですよ。何だかせやつ。うん。まあまあね、あと1時間切ったな。主演ユーリ、もう成り立ってんだよ。もう途中で俺が主演になるけど。あ、これ言っちゃダメだ。ダメダメ。大丈夫か別に。いや、なんだよお前。調子乗んな。うっせ。お前、みんなよこっち。
それ多分みんなが言われてると思っちゃうよ。えあの見てるみんなが見ろそれは俺だけ見ろ。いやいや情緒おかしいお前ら俺だけ見ろ。お前最後に落とすなよみんなを。おいお前こっち見んな。カモメは希望の歌だよいつだって。そう僕もやったか。やったね。ウォーがウォー。だ。遊ぶな。電気が全部つくんだから。すごい。あれはどういう仕組みだろう。何かミステリーが隠されてる気がする。順番かも。うん。神秘の扉が開く。ダメだよ。バイビー頑張れ。あ、山忘れた。よいしょ。それではツアーファイナル頑張ります。皆さんも頑張ってください。頑張りましょう。よろしくお願いします。すせーの、はい。ゆるすぎだろ。おい言うなそんなこと。え、そんなこと言うな。使えねえぜ。使えねえ。鶏の唐揚げ。あとGマミー豆腐。ツアーファイナルお疲れ様でした。乾杯。さあ、さっさ。お疲れ様です。おつ。何それ。YouTuber。これユーリ YouTuber バージョン。おはよう。何？いや普通に密着の続き。昨日はさ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あなたも。ああ、です。疲れたね。疲れたね。なんかさ、うん、俺の服ってさ、うん、これ普段から着てるじゃん、東京でも、うん、沖縄来るとなんかすごい浮かれてるやつに見えるよね、やっぱり。確かに、沖縄っぽいね、でもね、うん、普段から観光客みたいな。いやかもしれない。はい、で今日は何するんですか？ハンバーガー食べ行く。チャタンに。チャタン今来てますね。チャタン、いやもうチャタンなのこれ。もうチャタン。あ、そうだ。興味ねえだろ。あるよ、ハンバーガー食える。で、その後は企画取り行く。
そうです。その企画がね、やばいね。適当に思いついて言わなきゃよかった。言い出しっぺ俺だから。でも絶対おもろい。逃げらんないですね。頑張ります。はい。はい、じゃあハンバーガー食べてきまーす。視覚感染症だった。あ、そうだ。地獄かも。やばいじゃん。うん、うまそう。もういいよ。わお。はい、ということで今日海辺でね、撮影、企画の撮影してきたんですけど、もう YouTube の仕事は終わりということでホテルのプールで遊んでます。どうすか、何がご機嫌ご機嫌お風呂みたいだよこれね、あったかくて気持ちいいです。アクセサリーつけっぱな。本当だ、最高かも。最高かも。びっくりした、割れちゃったかと思った。と言ってもこれも YouTube なんですけどね。今日はいい企画が撮れたんで、まあ、どっちの動画が先に上がるか分かんないんですけど、行くぜじゃん。ん？潜伏だって。マジ？一番あっちから潜伏してくるらしい。何メートルあるんだろう。潜伏っていうの？潜水ね。潜水だ。無理じゃない？え？おお。すごっ。一回出ちゃった出た出た、足出なかった、足の話、足はね、うん、空気が、顔は出てない。すごくね、やっぱ肺活量鬼だね。確かに、あと1000はいけた黙れよ、キロね黙れってどこまでいけんのやば最高。おい、はい、皆さん見ましたこれ毎日あるんですよ、こういうのこういうの毎日あるおいおいって見ちゃったうまい、強っ強っこれうまいごめんごめんおいおいおい、みんな悪くないだろ俺の iPhone あ、でも防水だから強い、もうやめろやめろiPhone 防水だけど、これ地味やられました、普通に傷つけちゃった。アーティスト、アーティストの体、これです、雨に見せよう分かりましたということで映え写真撮っていきます。共に行こう、君と行こう、涙の海の向こう、進めるよ、動けるよ、力になれるよ、共に行こう、君と行こう、思いがあるなら、Let's keep a feeling, let's keep it in heart, 僕らのままで、Happiness with you. やば、いいね。
いいよユーリ、いいよユーリ。じゃあ見てて。すごい。クロールショット。いいのさ。はい、帰ってきた。帰ってきました。沖縄最高です。どうでした？楽しかったですよ。うん、ただあの君エンディング撮り忘れたよね。疲れちゃってさ。もうほら歌ったから声が枯れちゃった。うん、あの撮り忘れてて、うん、沖縄から帰ってきてもだいぶ時間が経つと思うんですけど、うん、だいぶ、まあ、そんなことない。そんなことない。何日間が経つじゃないですか。うん、あの撮り忘れてたから。だからあの正直沖縄のことライブの記憶と、うん、あとなんか分かんないけど、ここの記憶。何それ。ここから下が砂だらけだった記憶しかないから。あ、はいはいはい、でもプールとか入ったよ。まあね、まあね、うんうん、あ、Vlog あれ使ってんの。それ使うよ、あれ。あれさ、恥ずかしかったな。ああいうの喜ばれるから。あ、ほんと、わかりました。あ、まあね、はい、でもあの非常に沖縄楽しかったので、うん、またいい音楽作って沖縄に行きたいと思いますので、うん、沖縄の皆さん待っててください。はい、こういうゆったりした Vlog もいいかもね。うん、で、俺やっぱりさ、うん、ギノワンそば、はいはい、名前違うかもしれない、ごめんなさい。合ってる合ってる合ってる。ギノワンそばのこってりしたら、うん、そしてあの最後食べたソーキそば の、うん、あのさっぱりしたらね、うん、あっさりしたらね、うん、どっちも美味しかったです。分かったね。そば、うん、あの皆さんもぜひあの沖縄に行った際はギノワンそば、そしてソーキそば食べてみてください。はい、みんな食うのかな、あれは。いや、食うと思うよ、前もマジで。まあね、そんな感じで今日のところは終わりたいと思います。はい、まあ、沖縄楽しかった、わーい、わーい。はい、切ってくれ。チャンネル登録お願いします。